どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが9月28日の土曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、全国関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますので、よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、昨日27日、タイガースはカープにサヨナラ負けを喫しまして、まさに絶体絶命の状況に追い込まれました。というのもタイガースの逆転アレンパの条件は、ジャイアンツが残り3試合3連敗、でタイガースは残り4試合4連勝、または3勝1分けのみ。完全な他力本願プラス全勝、まあ、かなり限られた可能性になってきますが、僕はタイガースが頂点に立つ姿を信じ、応援していきたいなというふうに思っています。で、その中で昨日のゲーム、まず打線を見ていくと、佐藤選手の活躍光っていましたね。チーム全体6回まで2安打に抑えられていた大瀬良投手から、見事な16号ソロ。で、その後の打席でも、9回、そして延長11回と、先頭バッターとして連続でライト前。今シーズン8度目の猛打賞を記録しました。で、昨日のホームランで、4年目通算307打点。これは張本さんに並ぶ歴代10位タイの数字ということで、追加点が取れなかったんで残念、勝てなかったんでそれが一番、もう一回気持ちを切り替えてできることをやりたいと、このようにコメントを出していますが、限られた可能性をつかむため佐藤選手の爆発は欠かせない。で、一方投手陣を見ていくと、先発の大竹投手から始まり、みんなで粘っていった。その中で延長11回からマウンドに上がった村上投手、今シーズン初めての中継ぎ登板で、まあ、1イニング目の11回ね、素晴らしいピッチングでピシャッと抑えて、最後の12回、まあ、なんとか引き分けで終わろうというところでしたが、エラーも絡んでしまって、最後は悔しいサヨナラ打を浴びてしまった。まあ、試合後、村上投手は涙を流していましたが、岡田監督は決して村上投手を責めていません。もう今年の村上はあれやな、エラーでやられたな、ほんまに。ああいうミスしたら負けるっていうことや。そらエラーなかったら三者凡退で終わってるよ。大事なところでエラーが出るもんな。で、エラーがみんな得点に繋がるやろ。開幕の京セラからやんか。村上はずっとエラーに泣いたよな。普通に投げとったよ。そら悔しい。お前悔し涙って負けたんやから。そんなん引き分けでもええわけやからなと、このようなコメントを出していた。で、昨日のゲームの投手陣の活躍振り返っていく中で、決して見落とせないのが、プロ野球史上初の大記録です。というのも、もともと30ホールドに到達していた、桐敷投手、ゲラ投手に加え、昨日のゲームで石井投手も30ホールドを達成しました。で、同一球団にシーズン30ホールド以上3人生み出すというのはプロ野球初の記録。これも投手陣の踏ん張りを物語る記録になっていますが、いよいよ残り4試合、タイガースは自分たちの野球を貫いて走り切るしかありません。もう今シーズン残り4試合というところまで来ました。まあ、我々タイガースファンとすれば、残されたゲームを全力で応援するのみなんですが、今シーズンも去年に引き続き全試合出場している中野選手の状態、まあ、これが個人的に気になるところで、まあ、これまでのシーズンと今年一体何が違うのか、まあ、ここからはこの点についてね、まあ、詳しくご紹介できればなというふうに思います。で、まずざっくりと中野選手のこれまでを振り返っていきたいなと思いますが、まずはルーキーイヤーの2021年、まあ、この年は開幕スタメンということではありませんでしたが、出だし途中出場メインでしっかり結果を残してショートのレギュラーをつかみ取った。で、シーズン127安打を記録し、打率2割並ぶ3厘で、決めた盗塁の数30個、まあ、失敗はわずか2つだけということで、素晴らしい成功率も記録して、見事新人盗塁王に輝いた。で、2年目の2022年はヒットの数を30本伸ばし、シーズン157安打で、打率も2割7分6厘ということで、1年目よりも高い数字を記録。で、昨シーズン2023年ですね、143試合すべてのゲームに出場で、フルイニングで出場し、打率2割8分5厘、右肩上がりで数字を伸ばし、記録したヒットの数は164本、見事最多安打のタイトルを獲得。このように毎年新たな進化を見せていた中野選手ですが、今シーズン中野選手が目標に掲げていたのが首位打者です。で、首位打者を掲げるためには基本的にはミート力アップ、ここを求めたくなるところなんですが、中野選手がポイントに挙げたのがフルスイングだったんですね。合わせたスイングならコンタクト率は上がるけど、強く振った中でコンタクト率を上げていけば、打率3割を狙えたり、ヒットの数がもっと増えたりすると思うんで、常に合わせるようなスイングをしてると、どんどん引っ張れなくなって強い打球が打てなくなると、まあ、中野選手はこれまでのスイングに限界を感じていたそうで、そんな中 WBC で共に戦った近藤選手からの言葉もヒントになり、これまでのイメージとはまた違った新たなスイングを続けていた。まあ、ですが、オープン戦段階からなかなかヒットが出ず、まさかの1試合5三振も記録。で、中野選手はそのゲームを置いて、自分でもどうしたらいいかわからない、頑張って修正します、
振りすぎっていうのもあるかもしれない。もう少し考えますと。まさにどん底という状態も経験。まあ、結局オープン戦は16試合で54打数7安打、打率1割3分で、この2024年シーズンを迎えたんですが、まあ、出だしはいつも通りの中野選手といいますか、まあ、これまでの確率通りヒットを積み重ねていった。3月4月は合算で95打数26安打、打率は2割7分4厘。オープン戦の数字とは打って変わり、まずまずのスタートを切ることができたんですが、ここまでシーズントータルで見ていくと、530打数122安打、打率が2割3分、2ベース20本、3ベース2本、ホームラン1本、打点が31、四死球合計51個、決めた盗塁の数は6つ、出塁率が2割9分7厘、OPS が578、得点圏打率が2割4分。中野選手は1年目30個の盗塁決めて、見事盗塁王に輝きましたが、そこから盗塁の数、そして確率面が徐々に減少。1年目30個、2年目23個、3年目20個、で今年は6つ。まあ、盗塁企画数自体がこれまでのシーズンよりも半分以上減ってるんで、なかなか脚力という本来の魅力を発揮できていない。で、その中で今シーズンバッティングの確率面も2割3分、現状スリーグワーストの数字になっています。本当に今シーズンは悔しい思いが続いてる中野選手。まあ、昨シーズン1年間戦って、まあ、岡田監督野手 MVP として中野選手の名前を挙げていましたからね。やっぱり中野はすごいと。まあ、1年間近本選手にグリーンライトのサインを出し続けて、まあ、近本選手が走った時は甘いボールは見逃しながら、次にまたカウントを整えてヒットで繋ぐ、そういった場面も何度もあった。で、日本シリーズも終えて1年間合算の MVP としても近本選手と並んで 1,2 番コンビを MVP に挙げていた。試合前にベンチの後ろで一緒にバット振ってるけど、ピッチャーに対する打ち方とか聞いたら任せても大丈夫っていう判断をしたと。このように最大級の信頼を置いていた。まあ、去年今年と中野選手が主に任されている打順は2番で、去年と今年で大きく変わってるのが送りバントの数です。まあ、昨シーズンは前後半で分けて見ていた時、3月から6月で送りバント10個で、7月から9月で11個、まあ、シーズン全体でまんべんなく送りバントを決めていたのが昨シーズンだった。まあ、ですが今シーズン3月から6月にかけて9つ。まあ、これは昨シーズンと大きな違いはないんですが、その中で今年は後半だけで送りバント26個ということで、このあたりは去年から激変してる部分ですね。まあ、シーズン全体送りバント数35個。これはセリーグダントツの数字。まあ、昨日のゲームでも8回ワンアウトから近本選手がヒットで出塁。まあ、去年だとワンアウトから送りバントというのはもうほとんど考えられないケースでしたが、まあ、それまで中野選手はレフトフライ、空振り三振と、まあ、タイミングが合ってなかったというのも大きいと思いますが、ここでも送りバントのサインが出た。まあ、岡田監督は今シーズン進塁打のサインを出しながら、なかなかランナーを進めることができていない中野選手に対し、いつも自分のスイングができるわけじゃない、だから後半バントさせてんねんと、このようにも話をしていましたが、まあ、今シーズン全体的に確率面が下がってしまってる一つの理由として、個人的に感じるのが変化球をなかなか捉えられていないこの点かなと。まあ、というのも昨シーズンから今シーズンにかけてストレート打率に大きな変化はありません。まあ、昨シーズンはストレートの打率2割7分7厘で、今年は2割7分3厘。ここに大きな変化はないんですが、昨シーズンと今シーズン主に投げられている変化球は一緒で、まあ、トップ3を見ていくとスライダー、カットボール、フォークで、去年はこの3球種の合算打率3割0分4厘あったんですが、今年は2割0分1厘となかなか変化球を捉えられていない。まあ、昨日のゲームでも大瀬良投手の外から入ってくるカットボール、これに全くタイミング合ってなかったんで、まあ、今年中野選手が苦しんでしまっている理由の一つとして、この変化球を捉える確率、まあ、これが一つポイントになってるかなというふうに感じますね。今シーズンは新たに選手会長としてチームの先頭に立っている中野選手、まあ、悔しい戦い続いてるとは思いますが、残り全試合勝っていくしかない。まあ、その中で中野選手の走攻守での活躍ね、まあ、全て求められるところですから、一体どんな姿見せてくれるのか、この点も注目していきたいなと思います。はい、ということで今回の動画ではタイガースの最新情報まとめご紹介していきました。今シーズン主に打撃面で苦しい戦いが続いている中野選手、まあ、それでも全試合ゲームに出てるというのは首脳陣からの信頼の表れだと思います。残り4試合、一体どういう姿見せてくれるのか注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万9400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6万人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。もう残すところ4試合、ファンとしても全力で応援あるのみ、今後一体どういう戦い待ってるか、注目していきましょう。ではまた。